こんにちは、さといろです。こんにちは、ひなたです。今日もですね、絶対に笑ってはいけないさとゆいをやっていきたいと思います。絶対に笑ってはいけないさとゆいということで、2人で撮ってる過去動画を見て笑ってはいけないをやりたいと思います。自信ありますか？何の自信？笑わない自信。無になると思う。無になれればいいよ、逆に。ということで、じゃあ早速こちらビニール袋用意しましたので、口に水を含んで構えてください。何もない時に吹き出すとかやめてね。含んだ？口開けて。口含んだ？うのみして。うん、回らんよみたいこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、髪の毛何もセットしてないんですけども、今日はこれから里広美容室に行こうかなって思ってるんですけども、彼今ねゲームをしててね、まだやってね、頑張りやってます。さあ10よりハイかローか。ローだな。早く美容師さん来ないかな。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。ご予約の名前は？はい、ひなたです。ひなた様、受けたまっておりますね。はい、今日は髪の毛を染めてもらいたいと思います。もうね、見てよ、赤ちゃんに染めたのにもう金髪っぽくなってた。いや、赤ちゃんだよ。すまんない。じゃあ、さとひろの動画いきたいと思います。初めて自分でメイクしてみた。はい、どうもこんにちは、こんばんは、さとひろです。わかんないでください。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今や男子も美容に気を配らなければならない時代となりました。一番簡単な手段がメイクというものなんですよ。メイク。 UTK YouTuber 日向ゆりさんを呼んでおりますので、あ、どうも。はい、今日はメイクを教えてもらおうと思います。どうも。はい、それでは早速。入ったの？はい、これがいいよ、俺これ好きだよ。次、号泣石板アイス早食い対決いきましょう。こんにちは、外広です。こんにちは。誰？まあわかるか。ということで、皆さん夏本番が始まりまして、もうね、外はめちゃくちゃ暑いと思うんですよ。そんな時に食べたくなるものは何ですか？アイス。なんでアイスって言うんだよ。ちょっと一回間違えるとこだろう。夏になるとね、アイス食べたくなると思うんですけれども、本日こちらのウームに来てるわけなんですが、ウームに売ってるチョコモナカジャンボがね、もう石板のように硬いという噂を耳にしまして、そのチョコモナカジャンボ本日は用意してきたので、二人でね、早食いしていきたいと思います。早食いをして、負けた方はデコピンを15発食らうっていうことで、なかなかデコピンもやっぱこう重なればね、きついですから。あ、可能性はあるね。まあそんなわけでね、早速やっていきたいと思います。おい、折るのずるいよ。折るのずるいよ、それは。やっぱその頭から食べないと。いきたいと思います。このおでこの広さ感じね。わーっ、痛い。いきますよ、2発目。びしゃびしゃになっちゃったね。この時の顔、いい顔してるわ。ちょっと頑張ろう。このデコピンのシーンを耐えきれるかどうか。デコの広さ感じね。わー、待って、痛い。いきますよ、2発目。ということで、みんなもぜひチョコモナカジャンボをね、キンキンに冷やして石板アイスにしてから早食い競争してみてください。それでは次回の動画でバイバイ。食べてよ、いきたいと思います。びしょびしょだよ、もういろいろ。もう漏れないことはないのかな、ビニール袋って。ねえ、なんでカメラ回ってないとこで水こぼすの？見てこれ、全部なくなっちゃったよ。ねえ、長靴履いた小学生じゃないんだからひたひたしないの。ピチャピチャじゃねえんだよ。部屋でしちゃいけない音がしてんだけど。早く拭いて。